皆さんこんにちは、沢尻エリカです。今実は実家に帰ってきております。お盆休みです。ちょっと最近の恋愛事情などお話ししたいなと思ってまして、何日か前に上がった動画で思わせぶりの男がどうのこうのみたいなこと言ってた動画があったと思うんですけど、まあ彼は終わりまして、また次のちょっとメンズが現れましたので、最近の恋愛話を話していきたいなって思ってまして、あ、てかその前にさ、私さ顔腫れてるんですよ今。私今顔のダウンタイム中でございまして、顔がパンパンに腫れております。気にしないでください。あと多分1週間ぐらいしたら普通のサイズに戻るんじゃないかなと思っています。はい、ということで早速恋愛事情についてなんですけれども、先日友達と新宿2丁目に飲みに行ったんですね。友達はまた別の友達と飲んでて、その場に合流するみたいな形で行ったんですけど、まあ、何軒か回らなきゃいけない、挨拶しなきゃいけないお店があるみたいな感じで私はついてったんですよ。で何軒か行ったうちの2軒目のお店で 4,5 人ぐらいで私たちは飲んでたんですよ。そしたらしばらくしたら男の子 5,6 人ぐらいの団体が来たんですね。若い団体の子たちが入ってきたなって思って見てたんですよ。そしたら私たちの宅の向かいの宅に座ってて飲んだり喋ったり楽しそうにしてたんですよね。そしたらなんとその中の一人がめちゃくちゃかっこいいことに私途中で気づきまして、その時ついてくれてた従業員の店子さんに、あの人めっちゃかっこよくないみたいな話をしたり、一緒に来てた友達にも、あの人めっちゃかっこよくないみたいな感じで聞いてたら、なんかどうやらその店子さんが聞いてくれたみたいなんだけど、柔道部のその同期の集まりだったんだよね。学生の時に柔道をやってて、その柔道部の仲間たちで飲みに来てるみたいで、全員ストレートのノンケの団体だったんだよね。で私たちがいたお店って結構そのオーソドックスなゲイが集うバーだったの。基本的にはノンケの人は入れないお店だったから、ゲイの方なんだろうなーと思ってて、私は多分望みないだろうなーと思ってたら、ノンケさんだったということが判明して、ノンケだったらワンチャンニューハーフにもちょっと興味あるかもみたいな人も中にはいるから、ワンチャンいけるかもしれないと思って、酔っ払った勢いもあって目線を送ってたんですよ。そしたら向こうもチラって見てきて、で目があって、あ、目あったと思った時に結構なんかこんなことしてたんですね。そしたら向こうも笑ってて、口パクでね、かっこいいみたいなことを言ってたら、向こうもかわいいとかなんかそういう感じ返してくれるようになってきて、どんどん時間が経つにつれてお互いまあどんどん酔っ払っていくわけじゃん。ちょっと悪く思ってないのかなって思うじゃん。しばらくしたら向こうの団体で喋ってる声がこっちにも聞こえるみたいな、あの子めっちゃ可愛くないみたいなこと言ってるの、絶対私のことなの。もうそれがわかるわけ。そういう状況ってあるじゃん。ああ私のこと言ってんなっていうのがわかるときあるじゃん。これはもう脈あるわと思って、こっちもお返ししてやろうと思って、あの人めっちゃかっこいいんだけどみたいな感じで、わざと聞こえるようなボリュームで言ってみたりとかして、直接的なことはお互いまだ行動には移しませんけど、ちょっと可愛い、かっこいいと思い合ってるみたいな雰囲気を楽しんでたんですね。いっちゃん楽しくない？こういう瞬間が。ええ。お互い探り合いながらも、でも、お互いちょっと気にはなっているみたいな状況、いっちゃん楽しくない？で、その後しばらくして、私がカラオケ歌ってたんだよね、友達と。一番近いテレビのモニターの画面がここだったんですよ。だから、こうやって歌ってたの。それに対して、その男の子の団体はここにいるわけなんですよ。横顔を向けてこうやって歌ってるわけなんだけど、こっからもう私のことチラチラ見てるのが見えるわけさ。そのチラッと見てるなっていうのも、私こう歌いながら、ここで見てるわけ。私のことめっちゃ可愛いと思ってるやんみたいな感じですごい楽しく歌ってたんですね。あーもう完全にこれは脈あるぜと思って、全然トイレしたくなかったんだけど、ちゃんと携帯を握りしめて、ちょっとトイレ行ってくるねーって友達に告げて、まあ1、2分ぐらいそのトイレの中で時間潰してメイクちょっとこうやって見たりとかして、ガチャって開けたんですよ。そしたら目の前に立ってました。私は分かってたんです。トイレ行くって言った時点で。絶対に追いかけてくるという確信があったんですね。お互い団体でさ、友達同士で来てるからさ、そこの宅が一緒に飲むことは絶対にないしさ、他の友達を放って二人っきりで喋るとか、そういうのもなかなかできないじゃん。もう二人っきりで話せるシチュエーションを私が作ってあげようと思って、トイレの方に行きまして、そうしたら、案の定追いかけてきて、お姉さん彼知るのみたいな。いないよみたいな。俺もずっともう3年4年ぐらいないかなみたいな。で、さっきからめっちゃ可愛いと思ってて、みたいな。連絡先教えてくれないみたいな感じで連絡先を交換しました。こういう時はいっちゃん楽しい。で、連絡先を交換しまして、名前のやり取りしたりとか、まあ、どこどこに住んでますとか、普段はこういうことをしてますとか、まあ、いろんな会話を今も引き続きしてるんですけど、お盆明けに良かったデートしようみたいな話に今んとこなってるんですね。やっぱり私に春が訪れそうな予感です。そんな感じの出会いがあったんですよ。ちなみに、まあ、いろんな LINE でね、いろいろ話したりとか、たまに電話したりとかする中で、分かったことなんですけど、彼なんと、
22歳です。今後もしうまくいって進展した場合、これは私は犯罪になりますか？びっくりするのが、この間さくらんぼ割り行ったんですよ、友達と。行った先で恋みくじっていうのを引けたのね。恋みくじに書いてあったのが10個差がうまくいくみたいなこと書いてあったんですよ。で、私それを読んだ時は今年33だから43歳って上のことばっかり考えてたの。そしたらまさかの下と出会ったんだよね。9個下はまあ10個下とカウントしていいでしょっていう出会いがありまして、恋みくじはあながち間違ってないんじゃねってなって、まあそんな感じの出会いがありました。名前は伏せるんですけれども、仮名で N 君にするわ。9個下の柔道部出身で、現在は総合格闘技をやっていて、めちゃくちゃがたいのいいマッチョの N 君、22歳でございます。たまんねえ。ごめんなさい、ダメでしょ、興奮したら男出すのやめなさい。ちなみにその彼は今総合格闘技をやってて、今年の10月だか12月だかにプロデビューをするみたいです。俺この間友達に相談したの。そしたら格闘家やめとけって言われたんだよね。なんでって聞いたら、格闘家ってマジメンタルのこれが激しすぎて、付き合ってる彼女がサンドバッグになっちゃうから、メンタル面でね、彼のやつ当たり受けたりとか、結構サンドバッグ状態になっちゃうことが多いから気をつけた方がいいよとか言われたけど、まあ、私は格闘家と今まで付き合ったことないんですよ。その子が付き合った格闘家はそうだったかもしれないけど、私が今出会ったこの彼はそうじゃないかもしれない。まだ怒ってもないことを恐れて、貴重な出会いを逃すのもちょっとどうなのかなと思ったんだ。顔はね、まあ、一応スポーツ選手なんで、その写真がちらほら落ちてるんですよ、ネット上に。で、その写真をね、友達にね、この人なんだけどって見せたの。そしたら、おお、かっこいいじゃん、みたいな感じで言ってたんで、多分見た目も、まあ、一般的に見て普通にかっこいい人だと思います。まあ、そんな感じなんですよ。で、私まださ、ダウンタイムでさ、こんなに顔が腫れてるじゃない？この腫れが収まったら、彼とデートに行ってこようかなと。でもさ、これさ、思ってるんだけど、一応さ、年下じゃん、めちゃくちゃ。で、私今年33歳になるわけさ。だいぶお姉さんじゃん。こういう場合って、ご飯行った時ってどっちが払えばいいの？私が出してあげたらいいのかな？そしたらなんか金づるみたいに思われたりするのかな？どうすればいいと思う？ここまで年下の子と絡むことってあんまり男女の関係、男女の関係っていうことになった場合、普通に割り勘すればいいのかな？でもさ、割り勘になった場合さ、向こうはどう思うんだろう？ちょっとコメント欄で教えていただけます？でもさ、22歳の男の子って何して遊ぶんだろう。私22歳の時何してたかな。でも22歳と話し合うのかなっていうのもわからない。まあ、一応電話したりはしてるけど、ちゃんと会って話したのはトイレの前でちょっと喋ったりしたぐらいだから、そんな感じの出会いがありました。お盆明けて東京に戻ってから、素敵な夏の終わりを素敵な彼と過ごしたいなーなんて思っているんですね。そんな感じです。はい、ということで皆さんのね、スキピのこととか、まあ最近の恋愛事情とか、もしよかったらコメント欄の方にシェアしていただけたら、私ニヤニヤしながらいいねをしていきますので、よかったらコメント欄の方に書き込んでみてください。この動画が楽しいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。私の各 SNS の方もフォローよろしくお願いいたします。はい、ということで以上、沢尻エリカでした。じゃあねー。